に認められてきた部分はあったんですけれども、ここに来てちょっとこう変えてきたと。皆さんこんにちは。こんにちは。親権不動産屋の広田です。親さん専門税理士の渡辺浩二です。はい、今日はですね、全国賃貸住宅新聞先週号かなにちょっとね気になる記事が載ってまして、AD ワークさんとか、ね、不動産屋さんだと思うんですけど、国税との訴訟で最高裁上告、収益不動産の消費税控除をめぐりっていう記事が載ってたんですね。でこれはやっぱり親さんって結構その消費税に対してね敏感だし、いわゆる消費税還付の話とは若干ずれた話かもしれないんですけど、このあたりですね、税理士の渡辺さんにちょっと解説していただきたいなと思って思います。はい、ありがとうございます。これ何かというとですね、まずそもそもその転売用不動産、これがまず、ポイントだというところですね。つまり業者さんは、仕入れてですね、仕入れてそれを販売するわけですよ、投資家さんとかにこう販売するわけですよ。でその転売用の不動産、ここにかかる消費税で、国と争ってますよというものになってきます。でこれ非常にですね、この消費税の仕組みを知らないとまず難しいんですよね、でちょっと簡単に説明すると、消費税っていうのはですね、業者さんの立場からすると、売上にかかる消費税、つまり預かりの消費税から仕入れにかかる消費税、つまり支払った消費税ですね、それを差っ引いて、納税したりとか、あとは還付受けられることになるんですよ。つまり、ね、仕入れにかかる消費税、払った消費税の方が大きければ、それは還付になりますよっていうことで計算されるんですけれども、ただこの、仕入れにかかる消費税というのは全部引けるわけじゃないですね、はい、全部引けるわけじゃなくて大きくですね3つに区分されますと。これ何かというと、その仕入れ自体が課税売上に対応するものなのか違うのかっていうところで変わるんですよ。つまり課税売上に紐づくような仕入れであれば課税対応仕入れということで全部控除できますよというものですね。でそれに対して非課税売上に対応する仕入れであればそれは控除できないということです。例えば、まあ、ちょっと前のですね、その大家さんの、はい、そうなんですね、住宅用の家賃が非課税なので、はい、それの、建物を仕入れましたよと、これは非課税対応仕入れになりますんで、これは控除できないということなるわけですね。でそれと、中間的なものがあって共通対応仕入れっていうのがあるんですよ、はい、これは課税のものもあれば、非課税のものに対応するものもあるっていうようなところで共通対応仕入れ、で共通対応仕入れになるとどうなるかっていうと、安分するんですね、課税売上割合、つまりその、会社さんの売上構成ですね、構成として課税売上と非課税売上のうちの課税売上が占める割合、全体の売上のうちの課税の売上が占める割合、はい、で安分して、はい、その割合部分だけしか控除できませんよということになっているということなんですね、じゃあこの転売用不動産というのはじゃあ一体何なのかという話なんですよ、で転売用不動産を売却した場合、はい、これは課税売上になっちゃうんですよ、そうですね、課税売上だから、からこれを仕入れてるんだから、課税対応仕入れでいいでしょう、全額控除でいいでしょう、というふうな主張だったんですね。でも国側、税務署側は何て言ってるかというと、これ共通対応仕入れじゃないですかと、共通じゃないですかと。なぜかというと、確かに販売っていうところで課税売上が生じているんだけれども、販売するまでの期間、これ中古のマンションとかなんで、入居者いるんですよ。入れちゃうんですよね。入居者いるんで、いるからその住宅用の家あるじゃないかと。家賃が。家賃あるじゃないかと。これ非課税でしょと。だから課税売上だけじゃなくて非課税売上もあるんだから、これ共通なんじゃないのということで、共通対応仕入れでしょと、だから全額控除ダメだよっていうふうになっちゃったということで、今争いをしているということなんですね。でこれ一審では、第一審では原告側、つまり納税者側が勝って、でも二審で国が儲からせてるっていうな、国交際ですね、そうそうなんですよ。だからこれどうなんだっていうところで、これがですね、過去まあ、こんな争いはなかったのかっていうことなんですけども、過去ですね、やっぱりこう、それに考えたら、やっぱりあくまでもこれ、転売用なので、全額控除でいいでしょっていう形で、認められた部分があるんですよ、まあ、明文化されたものはなかったんですけども、認められてきた部分はあったんですけれども、ここに来て、ちょっとこう変えてきたということで、これは不動産会社としたらたまったもんじゃないということになるわけですよ。
やっぱり私もやっぱおかしいなと思うんですよ。だって共通対応指定にして課税売上割合分だけ控除ってなるとですよ、その会社さんごとでやって変わるんですよ、うん、課税売上割合って。そうですね、そこの会社さんが、ね、課税売上ばっかりの会社だったらいっぱい引けると。それってその会社全体でやるんですね。会社全体ですよ。この物件だけでやるわけじゃないんですね。物件じゃないです、全体です。全体でやるんですね。なんかその物件は例えば1000万円で家賃は10万円だから、ね、10万円分の1000万円で 1% っていう計算ではないんですね。ないですね、全体。ああ、そうするとすごく、はい、ですよ、うん、はい、なのでやっぱちょっとおかしいんじゃないか、だってそしたら、ね、会社さんのことで全然判断違うじゃないですか、ね、違いますよね、ということなので、うん、おかしいんじゃないかっていうふうに私は思うんですけれども、やっぱりですね、まあ、おそらく過去の採決事例とかですね、はい、共通対応指令っていうふうに言われてきたこともあったんです、うん、これなぜかというと実はですね、きっかけは大家さんじゃないかなと思います。大家さんがですね、うん、まあ、普通だったら消費税還付できないんですよ、はい、例えば、はいはい、住宅用の非課税対応シールになるんですよ、はい、でもこれを転売用だと言い張ってですよ、これは転売するためにシール還付といえば、はいはい、一応控除できちゃうってことになっちゃうんですよ、はいはい、でそれで無理くり還付をしようとした大家さんがいて、それは違うでしょうと、っていうところで待ったをかけた、それ共通対応指令だっていうふうに言った採決指令があって、うん、でそれを元になってるのかなと思うので、うん、まあ、きっかけはなんか大江さんじゃないかなというふうに私は思うんですよね。確かにね、はい、なので、大江さんもですね、あんまりこう影響ね、これは不動産会社の問題っていうことじゃなくて、うん、ぜひこれをきっかけに消費税、そうですね、消費税についてちょっと興味を持ってもらいたいなっていうふうに思ってましてですね。で実はこれ、今ですね、税制改正されて、うん、令和2年の10月以降はこういう問題は実は生じないんですよ、はい、なぜかというと住宅用のものを仕入れた場合に、うん、外形上、はい、あの目的関係なくて外形上を住宅用であれば、はい、もう控除できないっていうことになっちゃうんですよ、うん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 、目的はどうなの、うんうん、外観上を住宅用であれば控除しませんと、還付できませんと、うん、という形になって、ただ3年以内とかに売却するんだから、うん、はい、それは控除しますよっていうことに切り替えてきたんですね、あの税制改正が、うん、まあ、多分こういった争いとかもあるんで、うん、もうそこははっきりさせようっていうところで、なったというところで、なので、まあ、あの今後は新たな問題は出てこないのかなと思うんですけれども、でもこれおかしいと思わないですかね、大家さんって、うん、その仕入れた時は控除できないですよ、還付できないですよ、でも販売した時に売却した時に消費税がかかりますからね。そうもうそこに対して大家さんが声出して言わないと、そうなん、おかしいって言わないと、そうなん、はい、でね、売却する時って金額大きいからと必然的になんか課税業者になっちゃったりして、そうなんです、うん、事務手、ね、事務の手間とかも大変ですし、本当そうなんですよね。そうなんです、なのでやっぱり大家さんはやっぱりこの知識をやっぱりこうつけて、ね、うん、そうですね、やっぱり声を上げていかないと本当に大家さん、ね、今後大変ですからね、あのインボイス制度もそうですからね、うん、あの全部あのそうですね、あの影響系の大家さんですからね、うん、これはまたちょっとあの後日の動画 で、ね、あのちゃんと説明しますけどあの本当に消費税割り食ってるの全部大家さんなんで、そうですね、一回もっとこうね、少し前にね、あの消費税についてもね、いろいろ騒いだ時期もありましたけど、この頃ね、おとなしくなってるんで、今一度ね、やっぱ消費税に関心を持ってですね、いかないといけないのかなっていうふうに思いますね。それからね、これから税率だったらあるかもしれませんしね、そういうことも考えるとですね、いけないと思いますね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。お願いします。